電話をしてたりとか、姉とご飯を食べた後でも、今日ありがとう、またねなんて、簡単にありがとうなんて、今日もね、いろんなこう、着物をね、着たりとかして、あ、ちょっとそれ取ってありがとうって、簡単にありがとうって言ってしまうっていう、今までこの歌をもらうまで、なんかちょっとありがとうって、簡単に言い過ぎてたかななんていうのをすごく思います。ぜひ、今日ですね、この2階の部屋から皆さん、軟禁状態で出れません。そうです。そこで多分ガードしてると思うんですよ。もう出ていかないです。そんなことはないんですが。ぜひ、この歌を覚えて帰っていただけたらと思います。ちょっとだけチラシをご覧いただいてもいいですか？皆さん持ってみえますか？あ、ありがとうございます。あ、こちら、ないんで。ごめんなさい。チラシありますか？お願いします。はい。いつもありがとうございます。高田さん、今日もお帽子ありがとうございます。頑張っていただきまして。はい、前の方お願いします。あ、今お揃いでありがとうございます。はい。この曲なんですが、いただいた時に、ポスターね。よく言われます。文字しぐれのポスターをご覧いただいた方、任侠ロマン歌謡と申しますが、任侠ロマン歌謡の、これ見るとわかりますね。こう開いていただくと、この一番ですね。これですね。これ。これが文字しぐれでございます。これが大体みんなに言われるのが、50代の優子さん。で、その次が今の歌います。女のなんか。これがポスター。これが大体40代。全然です。今回新しくこれ。いや、20代です。そんな、今年あれですよ。成人式ですもん、私。あ、去年成人式です。